長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船大工たちが集まる水の都ウォーターセブンに入った。冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める造船会社ガレーラカンパニーにゴーイングメリー号の修繕を依頼するが、ゴーイングメリー号の損傷は大きく、もはや修理は不可能だと告げられてしまう。航海を続けるためには新しい船に乗り換えるしかない。ルフィは苦渋の末、ゴーイングメリー号と別れることを宣言。これに納得できないウソップはルフィとの決闘を経て麦わらの一味を去ってしまうのだった。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起きる。市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が上がったのはニコ・ロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンは麦わらの一味に別れを告げ姿を消していた。突然の裏切りを信じられないルフィたちは、ロビンが再びアイスバーグの前に現れると考え、ガレーラカンパニーに乱入。そこでルフィたちを待ち受けていたのは、古代兵器の情報を探る政府の秘密機関 CP9 の諜報部員たちだった。 CP9 が操る超人的大義六式の前に一度は敗退したルフィたちだったが、ロビンの裏切りが麦わらの一味を助けるためだったことを知り、再びロビン奪回を誓って立ち上がる。一方 CP9 はアイスバーグから古代兵器の設計図を託された男フランキーを捕らえ、ロビンと共に四方の島エニエスロビーへと連れ去った。一刻も早く追いつかなければロビンを奪還する機会を逸してしまう。ウォーターセブンを飛び出した麦わらの一味は途中、仮面の戦士狙撃キングに扮したウソップと合流し、海軍ひしめくエニエスロビーへと乗り込んでいった。できないだろう。せえ、かかってこい。お前にもはや未来などない。さあ、覚悟はいい？何のはずだりだ。
生意気なことをする。こんなバカなことはない。あんたたちがやったことの何が正義だっていうの。いや、続かないで。間に合ってよかった。浮いてやっていい。上がった。決めてくれる。これでも食らいなさい。ミラージュテンポインパクト。ここは私がいただいとくわね。Ready?
みんな、とにかくぶっ飛ばせ。ウィンクリー上がった。上がった。
らいなさい。ヘイミラージュテンポ、展開インパクト。お前では我々の大義六式は破れない。でっかい CP9 随一の剣術見切れるか。死ぬ前に言っておきたいことはそれでいい。こんにゃろ、お前なんかに負けないぞ。無駄じゃ、わしに叶いやせんわい。ここはそれ、あたしがいただいたくわね。ウィングー、俺調子に乗っちゃった。助けてー。やー、それ。そう生きり立つな。俺は本当は人殺しなどしたくはねえんだ。喉笛引き裂いてそれで終わりよ。いたぶる趣味はねえかよ。喉笛引き裂いてそれで終わりよ。ふざけてんじゃないわよ。これでも食らいなさい。ヒャー、ミラージュテンポ、インパクト。さすがに厳しいかしらね。はっ、それ一筋縄ではいかんの。それそれ、私政府の人間が大嫌いなの。敵もやるようだ。心してかかろう。ついてこられない。見ることすらできないだろう。強がった、結果は同じ。怖いんです。可愛い公開室だけじゃないの。いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。こりゃいけん、やられた分はやり返しとかねえとな。つけてやる。水はやり時間が惜しい。それでも食らいなさい。始めるぞ。ミラージュテンポ、インパクト。それ、これでも食らいなさい。ミラージュテンポ、インパクト。それ、わかったか。正義とはこういうことだ。バカ野郎、何を手こずっている。おめえじゃ俺に勝てねえよ。なんだ、やる気か。強そうには見えねえ。分かった、俺に勝とうなんだ。生ぬるい夢見てんじゃねえ。それやっぱりそいつ強いんじゃないか。もうダメよ、反省しか許さず。やっぱり殺しとくか。六式、これを極めた一人の強度は百人力に値する。考えのない抵抗ならばしない方が利口だ。これでも食らいなさい。
で見なきゃわかんないじゃない。完敗だ。あんたたちがやったことの何が正義だっていうの。叩かないで。すごいわノビ。でも気をつけて。あなたに何かあったら船は出せない。遊びじゃねえんだ。気を引き締めろ。そういう物騒なもの私に向けないでくれ。口を開くな。ランキャッ。見障りだ。お前を消し去る。闇の正義の名のもとに。何を。俺がお前に負けるか。ランキャッ。ロービー。ランキャッ。ロービー。そんなの受けたら死んじまう。よそ見してるからだ、バーカ。敵があんなに強いなんて、あたし食いてないわよ。敵じゃ、こいつらまともじゃねえ。上がった。私は政府の人間が大嫌いだ。いいぞ、みんな。とにかくぶっ飛ばせ。これでも食らいなさい。えい、ミラージュテンポ、インパクト。敵に回すとはこういうことだ。すると気持ちがいいわ。